でもつかない。ジュン君の顔をポンちゃんと尻尾が叩きました。かわいい。ポンちゃんかわいい。でも全然やっとついた。これ。ジェン君の向こうでポンちゃんはすっかりスイカ好きになってます。だいぶ気に入ったね、ポンちゃん。やっぱり暑い日だと涼しいかな、それはね。その割にジャン君が随分みすぼらしくなっちゃったね。これボリボロだね。あとここがかじれてないよ。いただきます。またいただき物です。いただきました。ありがとうございます。なんかいつもいっぱい美味しそうなものが入ってて、あ、びっくりします。これはぶどう？ぶどう？ぶどう？よいしょ。なんだろう。ブルーベリー？ブルーベリーだ。ベリーだ。へえ。ブルーベリーだ。すごーい。目にいいよ。ねえ。なんかあんまりうちではちゃんと生のはあんまり買ったことないです。昨日なんかテレビでさ、目の筋肉を。うん。トレーニング前見たことあるんだけど、30センチと遠いとこと交互にって、はいはい、うわーなんかねダメだ今って思った。あ、そう、うん、疲れてて目が。そう、じゃあこれをいっぱい食べて、はい、ありがとうございます。 目の筋トレやります。そう、全然違うんだって。やった方がいいって言ってたよ、ね、テレビで。で前だいぶ前東京にいた時になんかそのやり方じゃないやつを聞いたことあったんだけど、まあ、目をいろんな方を見るとかってね、うん、あ、そうだね、ぐるりんってやるやつ。はーい、やったー、うちは3人とも好きです。へーって、はい、ね、美味しそうだね。そら豆、そら豆好きなのね。うち3人とも好きなんですよ。お母さんも大好きです。あ、こっちも、あ、こっちもそら豆かも。特売だったのでっていうのは、この大量になったっていうことですね。こんなにいっぱい？すごーい。いつもね、あの、買う、一パックっていうか、こう、なんていうの？こう買うと、ちょっとしか入ってないんだよなとか。なんかでも、このデカさは面白い。大きいよね。面白デカさだよね。うん。これなんか置いてあると、えっていうぐらいのデカさだ。そうそう。これね、焼いても美味しいんだよね。はい、また美味しくいただきます。ありがとうございます。ごちそうさま。はい、で、この人たちもありがとうと言ったかどうかは定かではないですが、どうもありがとうございます。はい、ジャン君、
ね、はい、なんですか、パンちゃん。はい、ジャン君。ポンちゃん順番待ち、もうちょっと待ってあげてね。じゃあ水とぶわってなってんの。遊ばないの。よいしょ。ジャック。あれ。ポンちゃん、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 ふんふんふん、痛っ、誰だ、近いでしょ、近いでしょ、近すぎる。んどうした、こっちですか。ポンちゃん、はい、はい、ジャン君、あ、ポンちゃんじゃなかった、これ撫でた、ポンちゃんかと思って撫でたらん、これだった、でも気持ちいい、はい、手触りが、ポンちゃん、はい、二人で入った。ちっちゃい鍋に入った。本当だ。狭くないの？はい、ジャン君は逃げた。あれ？ジャン君、出ちゃったの？せっかくポンちゃんが一緒に入ろうって言ってるよ、ジャン君。ポンが一緒に入りたいな、言うとるよ。はい。今日も一日お疲れ様。おやすみ、ジャン君、もうおやすみなの、ジャン君、僕たちこれからだよって、これから元気になるよ